E231 系電車は東日本旅客鉄道の直流一般系電車。本系列は老朽化及び陳腐化が進んだ首都圏の通勤車両及び近郊系車両の置き換え用として開発、投入された JR 東日本を代表する主力車両である。例番台は2000年3月より中央、総武観光線に、ついで近郊タイプが 同年6月より、東北本線に、500番台が2002年4月より、山手線に、そして800番台が2003年5月より、帝都高速度交通営団東在線直通用に、それぞれ順次投入され、現時点では、その運行範囲は、宇都宮線、常磐線、成田線、田線東海道線、伊東線、高崎線、上越線、両毛線、横須賀線、武蔵野線、 京葉線、湘南新宿ライン、上野東京ラインにまで拡大している。小エネルギー化と生産コスト、メンテナンスコストの大幅な削減を目的に、JR 東日本が1990年代に開発した209系以降の新系列車両の技術に加え、運行制御システムへの新基軸の採用により、その後の鉄道車両の開発にも大きな影響を与えた。 本系列の開発目標としては、ライフサイクルコストの低減、サービス向上がある。本系列は、JR 東日本と東急車両製造が共同開発した車両であり、東急車両製造のほかに、川崎重工業や JR 東日本ニーツ車両製作所でも製造されている。運用路線は、首都圏近郊区間全域に拡大しており、2010年時では、 JR グループで同一系列の最多配置量数を誇り、2011年夏に総生産量数は2736量に達した。山手線用の6、扉車サハイ230から500番台104両と、中央、総武観光線用の6、扉車サハイ230から0番台3両が、廃車になったほか サハイ E231-4600 番台1両が e 2 3 5系に編入されたため2015年4月1日時の在籍数は2628両である2021年現在においては後継の e 2 3 3系が最も両数が多い車両のデザイン開発はエクアン検事主催の GK インダストリアルデザインが担当している 本系列の開発により、JR 東日本は2006年度、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受けた。その理由は、省エネルギー化及びリサイクル化の部品の多数使用、さらに他社での技術採用により、鉄道業界全体の省エネなどに貢献しているとする点である。さらに、本系列及び NE トレインの開発、導入によって、 JR 東日本は省エネ車両の継続的導入と世界初のハイブリッド鉄道車両の開発導入という理由により第16回地球環境大賞の文部科学大臣賞を受賞した本系列は従来の通勤系電車、近郊系電車の区分を統一した一般系電車として設計されその動力性能は歯車比7.07 最高速度時速 120km、軌道加速度時速 2.5km、S である。VVVF インバータ機器の性能向上と、主電動機の強化により、近距離用の通勤系電車である 209K と、同等の加速力を維持しつつ、中距離電車用の近郊系電車である E217K と同等の最高速度を、達成している。通勤タイプと、 均衡タイプでは、VVVF インバータの形式が分けられているが、装置は通勤タイプと、均衡タイプの2種類の性能モードを有しており、装置内の切り替えスイッチ、または、タイムズからの指令で切り替えることが可能となっている。MT73 型主電動機は三菱電機、東芝、東洋電機製造の3社で製造されている。ブレーキ方式は、 電気指令式空気ブレーキと電力回生ブレーキを組み合わせた方式で、電動車では停止寸前まで電力回生ブレーキが使用可能なほか、空気ブレーキの遅れ込め制御も併用している。これには後述するタイムズによる編成単位での遅れ込め制御を行うことで、各付随車でセーリンゴの摩耗を均等にすることを可能としている。なお、 山手線用の500番台と東西線直通用の800番台は、純電気ブレーキにも対応している。合わせて、直通予備ブレーキ、大切ブレーキ、均衡タイプのみそもそも即ブレーキを装備する。台車には209系と、同じく軸量式のボルスタレス式台車を使用し、動力台車は DT61 系、付随台車は、 TR246K が採用されている。均衡タイプの溶断波は E217K と同じくグリーン車にのみ取り付けられており、通勤タイプも含めた普通車は全車両が取り付け準備のみである。なお、溶断波は後年になり撤去されている。先頭車の前くらい、速大車には留置時の手歯止め設置を省略できるように駐車ブレーキを設置している。 終電装置には従来の空気シリンダと手動リンクに代わる電磁張り外し方式のシングルアーム式パンタグラフが採用され折りたたみ高さは全車 3980mm に統一されており中央本線の高尾井星の強小トンネル区間の走行が可能であるそのためパンタグラフを持つモハイ,イ231型には車両番号の前に 高尾異性へ入線可能なことを示すマークがついている。本系列では、車両に搭載される機器の制御方法がそれ以前に製造されていた車両系列とは大きく異なり、非常ブレーキなどを除く、ほぼ全ての機器の制御をタイムズと称する情報管理システムを通じて行っている。通信のインターフェースには RS-485 を用いている。 これは高速データ通信技術を用いて、列車の動力制御、室内設備、保守点検などを一つのシステムとして、統合、管理するもので、機能別に独立していた、従来の制御系統、電気配線を大幅に簡素化し、製造コストの削減を達成した。また、各機器の自己診断機能や、動作履歴の記録機能などによる車両の点検作業の、自動化。 迅速化などを点検、保守作業の簡略化も同時に実現している。空調装置には、集中式の au725k の能力4 8 8 4ットまたは能力向上を図った au726k の5 8 1 4ットを各社に搭載している。この空調装置は、年間を通して、タイムズによる全自動空調制御を採用した。 新開発のものである。これは、タイムズ内のカレンダー機能による、季節認識機能や、室内以外の温度や湿度、乗車率等から判断して、冷房、暖房、除湿、送風モードから、自動選択肢、ファジー制御により、各車両ごとに最適制御するものである。AU725 型を搭載するのは、 基本的に初期に製造された車両が該当し、0番台中央、総武観光線用の4、扉車全車、0番台上番快速線、成田線用、500番台一時車の4、扉車と初期の均衡タイプとなっている。ただし、0番台中央、総武観光線及び500番台でもドア開口部の、大きい6、扉車は、能力向上系の AU726 型を、 搭載している。その後、500番台二次車以降に製造した車両や800番台、構図車両センター向け申請投入以降の均衡タイプでは、近年のヒートアイランド現象などの気象状況を考慮して、全車両が能力向上系の AU726 型を搭載している。本系列は、車体形状や装備の違いにより、通勤タイプと、 金衡タイプの二つに対別できる。基本設計は共通であり、量産効果による車両を製造コストの低減を図っている。車体は軽量ステンレス製で、前面部には FRP 製のカバーで覆う構造が用いられている。車体構造は e 2 1 7系や2 0 9系5 0 0番台に準じたものであり、 均衡タイプだけでなく、通勤タイプにも 2950mm の拡幅車体を採用している。ただし、例外として800番台は、東京地下鉄線内の車両限界の関係から 2800mm 幅である。また、床面高さは、レール面から 1165mm に低減され、さらに靴すり部分を傾斜させ、 先端部の高さを1 1 5 0ト、mm、ルとした。これにより、ホームとの段差解消と低重心化が図られている。E217K から採用された、運転室構えから台の衝撃吸収構造を、本形式も採用している。車体形状は、製造した車両メーカーにより、細部に差異が生じている。これは、各車両メーカーが得意とする加工方法で車両の、 製造を行えるように若干の仕様の相違を許容しているためで、前述の量産効果に加えて、車両を製造コストの低減に寄与している。具体的には、均衡タイプ及び800番台では、車体つま面部の処理、縦雨どいの形状、ドア横の柱の処理、内装の素材などが異なっている。また、長期間にわたって製造が行われたため、同一のタイプ、 バンダイでも製造時期により、細かな仕様の変更が行われている。全車両に、全面配照機が設置されているが、2005年度以降の、ニーツ車両製作所制の一部編成から、踏切事故などの被害を軽減するため V 字型で、尖っている強化型のものに変更された。なお、2007年夏頃から500バンダイや、初期の均衡タイプなどの標準スカートを搭載する。 編成もニーツ車両製作所製の一部編成に使用されていた大型スカートに変更する改造が始まった。側窓は209系500番台と異なり、先頭車後くらい寄りを除く角度アカンにある窓ガラスはすべて開閉可能な加工窓と固定窓の組み合わせとなっている。これは停電が発生した際など非常時における車内換気を考慮したものである。 窓ガラスには、可視光線、日射熱線、紫外線の透過率が低く、乗用車でも採用が進んでいる。汎用性の高いグリーン色の熱線吸収ガラスを採用している。このため、車内の側窓カーテンの設置は省略している。車内は内板を白色系とし、床式物には灰色を、座席表地は青色系を使用している。ただし、優先席部では、 赤色の斜めストライプ柄の表地を使用している。座席構造は、側構え体で指示する、肩持ち式、ロングシート、セミクロスシートを採用している。座席本体は、リサイクル性にも配慮して、座席クッション素材に、ポリエステル樹脂製型品を使用し、表地の張り替えを容易にしている。その後、2001年3月以降のゾービー車では、座り心地の改善のため、 クッションの改良などを実施している。車内では使いやすさも考慮して霊番台からは、2棚と座席前の吊り革高さを低下させている。また、各先頭車の連結面側には、車椅子スペースを設置している。連結面間の貫通扉は、基本的に、各電動車ユニットの両端に設置されている。ただし、 火災対策基準の省令変更後に増備した車両では省令に沿って軽車式による自動兵器口付きの貫通扉が各車両片側に配置されている。他系列と同様に優先席付近の吊り革は2008年春までに E233 系と同じ形状のオレンジ色のものへ交換した。209系、E217 系へ。 e 5 0 1系などと同様のドアチャイムを採用しているほか、車内案内設備として LED 式車内案内表示器によって各種情報を表示している。LED 式の場合、一段タイプと二段タイプのにタイプが存在するが、共通点として自駅案内が表示され、漢字ローマ字カタカナの順に表示される。一部の車両では旅客への案内向上のため、 ビスと称する情報を提供装置を搭載している。二段タイプのものは上段に行き先、自駅案内、出口案内などを表示し、下段は所要時間表示、乗り換え案内、ニュース、運行情報などを表示する。また新たな列車運行情報が入電したときはアラート音が鳴る。非常ブレーキ取り扱い時にはディスプレイに急停車しますと赤字で表示される。 安全対策乗務員室は基本的に209系で採用したユニット構造の運転台としている。主管制御機は東芝製の左手操作式ワンハンドルマスコンが採用されている。保安機器では緊急停止装置と緊急列車防護装置を標準装備している。各番台とも乗務員室内には異常時に非常用はしごとしても 使用可能な補助腰掛けが設置されている。0番台、500番台、800番台、均衡タイプの初期落成車では、アナログ系機式の速度系、圧力系、各種表示等類を配置し、タイムズモニターは1画面を設けている。また、情報提供装置を搭載する常磐快速専用、0番台及び500番台では、将来の情報量の増加を考慮して、 景気版右側に、タイムズ第2モニター画面の準備工事がされている。その後の東海道線向け以降の均衡タイプでは、見やすさや機能性、コストダウン等のため、速度計圧力計各種表示等類を液晶モニター画面に集約した、グラスコックピット方式に変更した。この方式の場合、液晶モニターは3画面が用意され、左から、 ナンバーワンメーター表示器、タイムズ表示器、ナンバー2メーター表示器とされ、1画面が故障しても相互にバックアップができるなど、冗長性も確保されている。乗務員室背面仕切り壁は、運転席背後に非常急出口を、中央に車高膜付きの大窓、助手席側に仕切り扉窓を配置するものである。また、途中の造備車から、 大窓部の下に埋め込み型の手すりが設置されている。相模鉄道1万系と英地下鉄10から300、系本系列は、関東地方の他の鉄道事業者でも今後の車両開発における標準車両として重視されており、相模鉄道の1万系、東京急行電鉄の5000系列と、その派生系列である6000系、7000系及び、 横浜高速鉄道の Y500 系、東京都交通局の10の300型が本系列の設計を基本としているほか、関西地方の南海電気鉄道8000系は既存車両をベースとしながらも本系列の部品を一部取り入れている。JR 東日本でも自社の車両を製造部門であったニ一車両、製作所において、他社、局向けの車両生産を 総合車両製作所への事業統合まで行い、相模鉄道、小田急電鉄、東京都交通局向け車両の一部を製造した。JR 東日本 E257 系電車に、タイムズをはじめとするシステムが応用されたほか、2005年から常磐線中距離電車用として、高直流一般系電車 E531 系を順次投入している。 2006年12月26日からは本系列の後継車両である E233 系が中央線快速、大目線、五日市線、京浜東北線、根岸線、常磐観光線、東海道線、高崎線、宇都宮線、京葉線、横浜線、埼京線、川越線、南部線に投入された。連車体を採用した。 次世代型の E331K の開発が進められていた。2006年3月に量産先行車が落成し、同線や外房線などでの走行試験を約1年間に行った後、2007年3月18日より営業運転を開始した。営業運転を重ねながらの試験が2010年度までの3年間で行わなれたが、 量産化されることなく2014年4月2日で廃車となった。2015年には E233 系からさらに発展した E235 系へ直流通勤型電車が山手線へ投入された。先頭車正面は対オフセット衝突構造を採用し、衝突安全性の向上が図られ、主制御機に単価系層を用いた。 次世代半導体素子の採用により、車両の消費電力の低減が図られた。また、広告媒体は、デジタルサイネージ化されるなど、新基軸が多数導入された。系統別外接通勤型では、均衡タイプほどではないが、全面強化構造を採用している。全商等は、創価配置のシールドビーム式を使用している。全車両が、 ロングシートの座席構成を持つ仕様である。主電動機の制御装置として、イグブと素子を用いた3レベル VVVF インバータを使用している。補助電源装置は、イグブと素子を使用した静止系インバータを採用しており、SC61 系、または SC62 型を10両、11両編成で2台搭載する。ただし、 全車能力向上系空調装置搭載編成の500番台二次車以降や800番台では消費電力が増加するため編成で3台搭載する。ドアエンジンは安全装置付き、電気スクリュー軸駆動式の採用が基本であるが、900番台と松戸車両センターに新製配置された車両についてはリニアモーター式を採用している。 この系統に属する他社局向けの派生車としては、前述の相鉄1万系や都営10から300系、10から 300R 型が該当している。900番台900番台1998年10月に、東急車両製造と、JR 東日本ニーツ車両製作所にて、申請された、本系列の試作車で、登場当初は209系950番台と、称していた。 1992年の9 0 1系を講師とする JR 東日本の新系列電車の開発は2 0 9系と e 2 1 7系それに e 5 0 1系によってその基礎を確立したが、共に登場後5年以上が経過したため、その間の技術進歩を取り入れた第二世代車両の試作車として製造された。車体の基本的な構造は、 同時期に生産が開始された209系500番台とほぼ同一であるが、概要でも記した制御、動力系は一新され、列車情報管理システムタイムズと新しい動力系装置が採用され、本系列の技術的基礎を確立した。900番台の VVVF インバータ装置は、 試作者という意味合いもあって三菱電機製の3、レベルインバータと日立製作所製の2レベルインバータの2種類が1ユニットずつ搭載され、1編成で2種の異なる起動音が、インバータ装置及びモータから発生する。なお、この編成のパンタグラフは、後の量産車とは互換性のない PS33 型を使用している。 側窓の構造が209系500番台と同一の仕様で、ドア間側窓は中間車で4箇所、先頭車で2箇所が開閉可能な構造としている。側窓ガラスも0番台とは異なり、可視光透過率約41%のグレーに着色された熱線吸収ガラスを使用している。車内の吊り革も0番台のものとは異なり、209。 形と同一の釣りは形状となっている。1号車、区配231から901の、側窓。209系500番台と同型である。編成のうち5号車には6、扉車を組み込んでおり、先頭車の前面と6、扉車の、角ドア上部には、6ドアーズのステッカーが貼り付けされている。なお、落成時から五号車に連結をしているが、試験のために二号車へ。 連結位置を変更することが可能である。6. 扉車は 4. 扉車とは構造が異なり、側窓が片側5カ所のうち3カ所のみ開閉するほか、非常時には換気容量不足が生じることから、連結つま面上部に非常換気口が設置されている。これは工述する例番台に踏襲されている。6度は5号車、差二230から901の車内。 吊り革の形状が異なる。ドアエンジンには4、扉車にリニアモーター式固定装置が試験導入され、それが、均衡タイプに採用された。ただし、本番台では、ドア1箇所につき2つのリニアモーターを使用しているのに、対し、均衡タイプでは1モーターによる2扉、連動方式となっている。また、ATS-P の他に、ATS-SN を搭載しているか。 前面列車番号の表示が微妙に違い、本番台では、0601B のように空白の部分が0と表示されるのに対し、0番台中央、総武観光専用は601バイトと表示される。さらに登場時は、近郊系置き換え用の位置付けから行き先表示機のメモリー内に、宇都宮線、高崎線の駅名の一部が含まれていたことも、特筆できるが、 量産化改造時に削除された。また、かつては、社外側面の JR ロゴマークの位置が209系500番台同様に、飛ぶロ部に貼られていたが、武蔵野先天属時に量産車と同じ、ラインカラータイブに移された。1998年10月の落成後、中央総部各駅停車を中心に209系500番台の投入と合わせて、性能試験などが行われ、 試験後の1999年3月27日から営業運転を開始した。その後、量産車の登場に伴い2000年6月に E231K900 バンダイに改版された。形式上は試作車として位置づけられているが、その登場から1年半後にほぼ同一の仕様で例、バンダイが投入されたことからも伺えるように、 車両の完成度は高く、事実上の量産先行車であったとも考えられる。また、量産車両の登場を待たずに、鉄道友の会2000年、ローレル賞に選定されるなど、新世代車両としての技術的な先進性は高く、評価された。編成番号は、登場時は201系や当時車両不足で多線から、借入れ中の103系へ、 密23の続版として、在籍編成では、最終番号の密24であったが、2 0 1系の運用終了後は、他の0番台編成や2 0 9系5 0 0番台編成と、ともに、先頭車の車両番号に改められ、密 B901 となった。この編成は2005年製造分以降の、 均衡タイプに装着されたものと同様の V 字に、尖った大型形状のスカートに交換され、優先席付近の吊り革も E233K タイプに交換済みである。また、2008年春から自動放送の使用を開始している。長らく、三鷹車両センターに在籍していたが、2020年7月9日付で2両を、外した8両編成となり、 形容車両センターへ転属。MU1 編成となった。サハイ230から901、サハイ231から902は、2020年12月11日付で、廃車された。2000年3月に3 1 0 3系と2 0 1系の置き換えが急務となった、中央、総武線各駅停車に投入され、同月13日から、営業運転を開始した。 続いて2002年3月からは、常磐線快速電車と成田線にも投入され、同月3日に営業運転を開始した。2017年春から、中央総部各駅停車、用霊番台は、山手線への E235 系量産車導入に、伴い、山手線用500番台を中央総部各駅停車へ転用させるため、武蔵野線及び、川越線、八高線へ、 各線の使用に改造の上、転属することになった。はじめに、武蔵野線に転用され、第一編成が2017年9月14日に、落成、同年11月1日から運用を開始した。なお、川越線、八甲線用となった3000番台については、口述の3000番台の項を参照のこと。当項目では、使用線区別に記述する。 中央、総武線各駅停車中央、総武線各駅停車用霊番台ただし、走行機器類は、従来車両と同様となっている。また、四、扉車の空調装置も従来車と、同仕様となっている。六ドア車を示す、ステッカー5号車に存在した六ドア車三つ B82、編成2号車、サハイ231から223の、ドアカメラ。 山手線の6扉付随車を置き換えることを目的に、ニーツ車両製作所で4扉付随車が製造されて、いたが、付随車は単独で試運転を行うことができないことと、本系列のブレーキ装置は、タイムズを介して行うもので、機関車牽引による、配給輸送の際にブレーキを作用させるために制御車と、タイムズに電源を供給する電動車が必要となる。このため、 検査時期などを考慮して、三鷹車両センターの B27 編成が2010年1月に、東京総合車両センターに転属し、左派4両を抜いた制御車、電動車6両が使用された。使用した6両は、申請された付随車の試運転、配給輸送のほか、廃車になる、左派 E230 系の長野総合車両センターへの配給輸送に使用され、いずれも、 編成の中間に対象となる付随車を4両組み込む、携帯で試運転、配給輸送が実施された。使用しない付随車は、東京総合車両センターに保留車として、留置されていた。また、配給輸送使用中の同車は営業用車両ではなく、事業用車の扱いとなっていた。その後、約1年半の山手線用車両。 配給輸送終了後の2011年11月に三鷹車両センターに戻っている。常磐線快速電車、成田線常磐線快速電車用成田線開業120周年、記念に際して、スカイロにラッピングされた第139編成2001年11月から落成が始まり、2002年3月3日に営業運転を開始した。このグループは、全編成が、 ニーツ車両製作所制である。常磐線快速電車、成田線では、置き換えの103系の車両数285両に、対し、本系列の投入車両数は、予備車を削減して280両の予定であったところ、常磐線中距離電車へ、E531 系製造計画の決定による、計画変更により265両の投入に、変更し、 大体に1 0 3系3編成30両を残存させた。その後、2006年3月18日のダイヤ改正で運用本数が削減され、残った1 0 3系は本系列への置き換えを行わずに廃車となり、全列車が E231 系による運転となった。このダイヤ改正後は15両編成で運転する列車が増加している。 使用は、中央、総武線各駅停車向け霊番台を基本とし、分割、併合運転に対応するための機能を追加している。内容は運用上から使用を想定していない、基本編成の上の側先頭車を除いた先頭車に、電気連結器を搭載した。全面 f r p は、白色となり、スカート形状を変更している。外観のラインカラー帯は、 エメラルドグリーンであり、銅線で使用されていた103系と同色のカラーである。側面には、社外放送用スピーカーの取り付け準備をしてあり、合わせて乗務員室の車掌スイッチユニット内に、社外放送設備の準備工事を実施した。車内は、座席クッションは座り心地を見直したほか、座席下の暖房器を斜め吊り構造とすることで、暖房効率の改善を図った。 また、車端部3人がけ座席部の荷棚長さを若干延長し、荷物を乗せやすくした。その他、細かな変更として車内中吊り広告金具を挟み込み方式から差し込み方式に変更、また材質をアルミニウムの無塗装品としたほか、乗務員室背面の仕切り倉庫に埋め込み型の手すりを新設した。 乗務員室内は次に述べるビス装置等の機器の増加に伴い、乗務員室背面部にも機器ユニットを新設するなど配置を変更している。運転台は全面景気パネル右側にタイムズ第二表示器の取り付け準備を実施したほか、運転使用の仕業表座詞を大型時刻表への対応型とした。また、列車体時等の長時間停車時における、 車内保護考慮して、片側4箇所のドアのうち1箇所を除いて閉めることが可能な3、4平スイッチを設置している。走行機器などの使用は例番台に準じたものであるが、制御装置は改良型の SC60 バイト型 VVVF インバータ装置と SC62A 型戦士系インバータ装置が採用されている。 乗客へのサービス向上策として地上から車上へ情報を配信するシステムとして情報提供装置を搭載した。これは運行情報配信センターからの運行情報をパケット通信により送信、車両側で受信して受信データを車内の案内表示器に表示させるシステムである。このため車内案内表示器は 従来の一段表示から二段表示式としており、上段には行き先、自駅案内、現在駅、ドア開放向などを表示し、下段には行き先乗り換え案内、所要時間、運行情報、急停車、マナー文などの表示用として使用する。順番は、運行情報運行路線携帯電話、テロ対策で、日本語2回英語2回で流れる。ただし、 テロ対策の部分は日本語英語日本語英語の順で流れる。運行情報のない時は運行路線から表示する。これは基本的には後の近郊タイプにも採用されている内容だが、常磐線快速電車、成田線主要では始発駅停車中、または阿孫子駅での増結作業中に主要駅までの所要時間を表示し、運行路線も行き先まで表示する。 新たな列車運行情報が入電された場合は、アラート音が鳴る。なお、ビス装置は受信機能のほか、タイムズで取得した情報を、地上側に送信する機能も持たせている。放送装置には、JR 東日本の通勤系車両では初めて、本格的な自動放送装置を搭載しており、日本語及び英語による案内放送を行っている。2015年には、 上野東京ラインの開業に合わせて、三鷹車両センターの三菱 B20 編成、三菱二2 1編成がそれぞれマト118編成、マト119編成として転入し、同年3月14日から営業運転を開始した。これらの編成は、ホーム検知装置がついているほか、社外放送用スピーカーの取り付けスペースがないため、上部ラインが、端部から、 中央の行き先表示器まで連続しており、車内案内表示器も従来の一段表示式となっている。転入に際しては、上記の通り6、扉車のサハイ E230 が、三つ B22 編成から年出した、サハイ E231 に振り替えられている。武蔵野線武蔵野線用 e 2 3 1系 MU4 編成武蔵野線用2 0 5系の、 置き換えようとして、中央、総武線各駅停車用例番台を8両編成にして転用させた車両で、第1編成が2017年9月14日に、落成、同年11月1日から運用を開始した。第1編成は、最初は青森改造センターで、武蔵野線向けの転用改造と、制御装置などの機器類を、更新試行を行い、 2017年7月に同センター改造車、第1弾となって出場、出場後は秋田総合車両センターにて帯変更などの仕上げ改造を行い、同年9月19日に京葉車両センターへ配給輸送された。乗務員扉の塗装は中央、総武線各駅停車運用時は全体が黄色だったが、側面の帯がそのまま引き伸ばされた。また、 戦闘車両前面の FRP 部分は、工場展示時点では白色であったが、配給輸送時に、オリジナルの銀色に戻されている。第1編成の4号車以外は、三つ B22 編成から、4号車は、三つ B5 編成からの転用、5号車に、線路設備モニタリング装置を搭載している。2018年1月から2020年9月に、かけて、 計3 2編成が大宮総合車両センターにて8両編成か及び転用改造の上、転入。2020年10月には松戸車両センターから1編成が8両編成か及び転用改造の上、転入している。山手線運用時スカート交換前、等522編成6、扉車車内500番台の車内等502。 編成命名100周年記念ラッピング2002年1月より山手線の200号系を置き換えようとして落成が始まり同年4月21日より営業運転を開始2005年4月17日までに全編成が出揃ったこのグループは全編成がニーズ車両製作所制である山手線では従来から使用してきた ATC-6 マイナス保安装置の老朽化に伴い、新保安システムとしてデジタル ATC の導入が決定され、これに伴い車両側の更新も必要とされた。山手線で運用をしていた 205K は、この時点では車両置き換え時期には達していなかったが、山手線は東京の顔でもあり、日本を代表する路線でもあることから、DATC の導入に先駆けて、 新型車両を導入することで、サービス向上とイメージアップを図ることとされた。なお、置き換えられた2 0 5系は、各支点用改造を行い、潜石線や首都圏の各路線へ転属させて1 0 1 1 0 3系の置き換えや増発用に充当された。本番台は、常磐線快速電車、成田線用0番台と同時期に設計が行われたが、 変更点が多いことから500番台に区分した。全面デザインは0番台と異なり、白色をベースとした独自のものに変更され、全小島と尾島の位置が入れ替わっている。周回運転列車の行き先表示器は、従来の2 0 5系では山手線の固定表示であったが、e 2 3 1系では区間ごとに主要駅表示を、 切り替えて表示することで、旅客サービスの向上を図った。客室内装は例番台同様に内板を白色系、床面は灰色としたが、座席表地は能力色として、都会を走る山手線をイメージした新しいデザインとした。このほか釣り革はシール広告の貼り付けに対応できるものとしたほか、中吊り広告枠は常磐線快速電車。 成田線用と同様のタイプに変更した。車内案内表示器には、車内情報システムを搭載し、車内のドア上部には、LED 表示器に代わって2機の液晶ディスプレイが、設置され、トレインチャンネルと呼ばれる、車内情報サービスを提供している。右側画面には、自駅、所要時間、ドア開閉方向、列車遅延情報などを、左側画面には、お知らせや CM。 スポンサー提供の各種情報コンテンツを表示する。また、常磐快速専用例番台と同様、日本語、英語放送に対応した自動放送装置を搭載しているほか、将来の社外放送に対応できるように、社外スピーカー取り付け準備を施している。2014年6月15日より、当551編成を皮切りに、社外スピーカーの設置が始まっている。 また、当514編成以降は7人掛け、座席間枕木方向への吊り皮を増設し、当517編成以降の貫通扉は、E217K タイプから800番台と同様の、傾斜式に変更した。制御装置は、常磐線快速電車、成田線用0番台と同じ SC60 バイト型 VVVF インバータ装置を、採用し、時速0キロメートルまで、 電力回線ブレーキが作動する、純電気ブレーキが採用されている。将来の運転性能向上に備え、編成中の電動車と付随車の構成は 6M、5T と高く取られ、軌道加速度も0番台の時速 2.5km、S より高い時速 3.0km、S を確保した。保安装置には、デジタル ATC を搭載しており、 更新前の ATC-6 の機能も備えられているものである。DATC に対応して床下には DATC 車上紙が2機取り付けられている。乗務員室は霊番台を基本としながら常磐線快速電車、成田線用と同じく景気パネル右側にタイムズ第二表示機能取り付け準備工事をした。このほか ビス装置の設置に伴い機器配置を変更している。車掌スイッチ部には各車両4箇所のドアのうち1箇所を除いて締め切ることが可能な3、4平スイッチを設置している。205系は10号車に連結した6、扉車は本番台では混雑緩和を目的として7号車と10号車の2両に連結した。座席は平日の初電10時は 収納状態で固定され、10時を過ぎた時点で使用可能とされていたが、4、扉車への置き換えを開始してから、6、扉車の座席は終日利用可能とした。6、扉車の扉の上部には、6ドアーズのステッカーが貼り付けられていた。冷房装置は初期に落成した等501-503、編成の4、扉車は、au725 型とし、 回避面積の大きい6、扉車は、能力向上系の AU726 型を搭載し、補助電源装置である SIV 装置は編成で2大搭載としていた。当504編成以降は4、扉車も、能力向上系の AU726、系搭載になり11両前車両が AU726 型になった。 これに伴い消費電力増加のために5号車にも SIV 装置を搭載して編成で3台とされた。空気圧縮機は従来5号車には搭載されていなかったが、可動式ホーム作の設置に伴う定位置停止装置使用時の動作性を考慮して5号車にも CEP の増設工事が実施された。2008年春までに全編成が V 字に尖った大型形状のスカートに交換され、優先席付近の釣り革も黄色い、e、233K タイプに交換済みである。2009年9月7日から12月4日まで、明治聖火全面協力の下、当500に編成に全面武道色2号を配した、山手線命名100周年、記念復刻調ラッピング電車が運行されていた。また、 車体に表記される車両番号書体が国鉄のものに準じていた。その後2013年1月16日から12月28日まで車両のカラーが初めて現在のうぐいす色となった1 0 3系登場50周年を記念して、当545編成に1 0 3系をイメージしたラッピングを配した緑の山手線が運行された。 そして2014年10月11日からは東京駅開業100周年を記念して、当514編成に東京駅の赤レンガを模したラッピングが配されている。このラッピング列車は2015年3月31日まで運行された。2010年12月15日より当550編成の客室内照明を蛍光灯から LED 照明に変更した。 この結果、節電及び CO2 排出削減効果が確認できたため、2013年夏から2014年春に、掛山手線の蛍光灯すべてが、順次、LED 照明に取り替えられた。これにより、車内照明の消費電力は、蛍光灯に比べ約4割削減された。 可動式ホーム作と6、扉車の置き換え6、扉車の代替に10号車に連結された4、扉車のサハイ e 2 3 1系4 6 0 0番台写真左、11号車よりの窓の配置が得意である。6、扉車の代替に7号車に連結された4、扉車のサハイ e 2 3 1系6 0 0番台、長野へ改装され、廃車となる6、扉車。 エアコンなどは取り外されている。サハイ 231K4600 番台車内2010年から2017年まで乗客への安全性向上と転落事故による輸送障害の減少を目的として山手線各駅のホームに可動式ホーム柵の設置が予定されている。このため車両側には可動式ホーム柵に対応させるための改造工事が行われたほか 6. 扉車は新造される 4. 扉車に置き換えられた。ホームドアの設置に伴い、車両側においても対応させるための改造工事が施行されている。各戦闘車には、定位置停止装置とホームドアおよび車両ドアを連動して制御を行うためのホームドア車上装置を搭載した。タスクは、ホームドアの設置に伴う高い停止制度。 確保するために設置したものである。タスクは、行為指令優先型となっており、タスク使用時に、手動介入や ATC からのブレーキがある場合には、行為の指令が優先されるシステムとなっている。タスク装置は、DATC のシステム内に設置されており、タスク制御部、タスク検査記録部などから構成されている。地点情報は、DATC 車上紙と、D ATC トランスポンダを経由してタスク装置へインターフェースを行っている。タスクによるブレーキングの際には手動7段のブレーキ操作を4分割した28段の多段制御を行うことで乗り心地の低下を防止している。タスクの停止精度は前後 350mm 以内としており車両ドアの開口幅が 1300mm であることから ホームドア開口部は、最大の誤差を考慮した 2000mm としている。一方、ホームドア車上装置は、ホームドアトランスポンダ操縦信装置とホームドア車上誌、ホームドア軽電器部、運転台のホームドア表示灯及び、関係スイッチなどから構成される。このうちホームドアトランスポンダ操縦信装置、ホームドア車上誌は区配 E230K500 番台のみに、搭載されている。 ホームドアには、車両ドアとの連動機能を設けている。このため、ホームドア制御には、分離モードと、連携モードが用意されており、地上側の連携分離切り替え地上市からの情報から、各モードの切り替えが行われる。ホームドア非設置駅においては、分離モードが機能し、車両ドアの開閉のみが行われる。一方、ホームドア設置駅においては、連携モードが機能し、 車両ドアの開閉に連動して、ホームドアの開閉も実施される。なお、連携モード時には、車両ドアの閉閉に加えて、ホームドアの閉閉条件が、運転士知らせ等の点灯条件となっており、ホームドアの全閉がない場合には、列車が出発できないよう制御される。500番台の6、扉車は、廃車とし、代替として4、扉が104両導入されており、 7号車に組み込むものは600番台、10号車に組み込まれるものは4600番台に区分されている。この新造車は形式は E231K であるが、車体構造は後継車として造備が進められている E233K をベースにしたものとされている。ただし、外観の車体体配置や車体主要寸法などは、 e 2 3 1系5 0 0番台に合わせたもので、床面高さも e 2 3 1系同様の 1165mm に合わせられている。ドア位置は600番台は既存と同位置だが、4600番台では、京浜東北線 e 2 3 3系1 0 0 0番台1号車にドア位置を合わせるため、通常の中間車よりもドアが 690mm。 車体中央寄りに配置されている。ドアエンジンは既存の500番台同様のスクリュージック式を使用している。客室内は600番台は e 2 3 1系5 0 0番台に準じたものであるが、袖仕切り形状や座席周囲の手すり形状、二棚は e 2 3 3系と同等品を使用している。優先席部では壁面をクリーム色とし、座席を小手すりは 黄色の着色品を使用している。一方、4600番台では、ドアイチを変更している関係で、座席配置は4から5から7から7から3人掛け配置と、座席数は、従来の中間車よりも2席分減少している。また、側窓は4人掛け位置に小窓を2枚並んで配置し、5人掛け部は、幅の狭い固定窓を配置していることからこの間の、 ドア付近のスペースは従来よりもやや広い。客室内は E233 系と同等とされており、ドア部は E233 系同様の服装ガラスで化粧板仕上げとされ、優先席部のデザインも E233 系と同様とされている。ただし、座席モケットや車内案内表示器、吊り革などは E231 系500番台に準じたものである。 付随車であるため、機器面では大きな変更はない。台車は600番台は既存車と同様の TR246P 型台車を、4600番台は e 2 3 3系と同様の TR255A 型台車を使用している。また、これらの車両は製造コストを抑えるため、廃車となる6、扉車から、台車、ブレーキ制御装置、 au726 系空調装置、タイムズ端末演算ユニット、と平成魚装置ビス端末装置やメディア表示機などの使用可能な機器、部品は再利用している。6. 扉車の廃車が発生する前に落成した編成分は新品を使用している。この機器、部品を再利用する関係で、編成中における車両の検査時期が変わってしまうという。 問題点が発生した。この解決策として、最終の車両番号52番から番号が若くなるように製造を進めることになった。このため、52番を不番する車両が最も古く、1番を不番する車両が最も新しい車両となった。2010年1月22日には4扉付随車の配給輸送に使用される元密 B27 編成が、 ニー車両製作所へ、配給輸送され、1月29日には落成した、サハイ E231-4651、サハイ E231-651、サハイ E231-4652、サハイ E231-652 の4両が、元三つ B27 編成に蘇生され、新越本線、ニー新潟間で試運転を行った。その後、2月1日に、 新一車両製作所から大崎駅まで1回目の4扉付随車の配給輸送が実施され、編成組み会実施後の2月22日から4扉付随車の営業運転を開始した。それに先駆けて2010年2月19日をもって6扉車の座席収納を終了し、座席は終日利用可能な状態になった。 翌2011年8月16日には26回目となる最後の4扉付随車の配給輸送が実施された。そして8月31日に最後まで6扉車を組み込んでいた等501編成が組み替えのため営業運転を離脱し6扉車の営業運転を終了した。なお6扉車差配 e 2 3 0系5 0 0番台は 同年9月までに全車両の廃車、除籍が完了した。次車区分中央、総武線各駅停車への転用中央、総武線各駅停車転用後の E231K500 番台2014年11月の発表で、山手線の E231K を、順次、新型車両の E235K に代替することが、決定した。これに先立ち、 当520編成のうち8両が、総合車両製作所に一事業所へと配給輸送され、うちさ e 231-4620を除く7両は、返却された。当520編成は、帯の黄色化、所属表記変更、改造を受けた上で、三つ A520 編成となり、三鷹車両センターへと改装された。配給時に抜き取った。 サハイ231-4620は、サハイ235-4620へと改造され、E235 系へ、第一編成に組み込まれた。その後、E235 系の量産が2017年春より、開始されると、本系列の中央、総武線各駅停車への転用が進行し、2020年1月20日を、もって、山手線での運用を終了。 全編成が、中央、総武線各駅停車へ転出した。また、山手線の予備本数削減と、サハイ235系500番台の登場により、4600番台4両が余剰になったが、これらは、同年9月10日付で廃車となった。なお、500番台の転用に伴いた松期で、年出された霊番台の詳細は前述の例。 バンダイ・武蔵野線の項目及び工術の3000バンダイの項目を参照。編成蘇生なお2011年6月29日から試験的に一両のみ JR 東日本と慶応義塾大学が共同開発した座席間の凹凸を大きくし着席位置をはっきりさせた新型シートを導入している。中央 総武線各駅停車から低都高速度高通営団、東西線への直通運転用の百三3線点一二零零番台、及び三百一 k を置き換えるために二千三年一月から落成が始まり、同年五月一日に営業運転を開始した。東西線との直通仕様となっているため、車体は、千代田線直通用の二百九 k 1番台のものを基本としているが、 台車間距離は13,800ミ、mm、リメートルである。先頭車の前面には地下鉄線内用の非常扉を装備し、非常時にははしご付き補助腰掛けを使用して車外に脱出できるものとした。運転台は従来の通勤型を基本としているが、マスコンハンドルにはデッドマン装置を搭載する。ただし、この装置は東西線内で使用される。 さらに運転台左下に JR 東京地下鉄切り替えスイッチの設置、右下に東京地下鉄用誘導無線操縦空きの設置が行われている。客室内構成は例番台に準拠したもので、内板は白色系、座席表地は青色となっている。ただし、車椅子スペースは ととは異なり東京メトロ車車に合わせた2.95の設置としているこのほか800番台では、JR 東日本の電車として、初めて車両間の貫通扉が、傾斜式に変更され、2003年以降に製造される、ダバン台へ採用が進められた。さらに、車外スピーカーや、乗降促進ブザーも製造当初から設置している。冷房装置は、 山手線5 0 0番台二次車以降と同様に、能力向上系の AU726 型を採用しており、電源容量の関係からもハイい2 3 0系8 0 0番台車には、全車 SIV 装置を搭載している。列車無線装置は、JR 専用のデジタル無線のほか、東京地下鉄用の誘導無線装置を搭載しており、このため4号車の床下には、 誘導無線送受信機の設置、つまめん及び床下に誘導無線アンテナを設置する。走行距離調整のため、東西線内のみの運用にも使用される。制御装置は、改良型の SC60C 型、VVVF インバータ装置とし、時速 0km まで、電力回生ブレーキが作動する純電気ブレーキを採用している。また、 東西線との相互直通協定により軌道加速度が時速 3.3kmS となっていることからこれに対応する出力、粘着力確保のため電動車比率を高くとっている。自動放送は JR と東京メトロの両方に対応しており東西線内では東京メトロ仕様の自動放送を使用する。側面の LED 式行き先表示器は 行き先と路線名を交互に表示するが、東西線、中央、総武線各駅停車走行中も路線名の表示は、地下鉄東西線直通のままである。また、車内表示機の、地下鉄東西線直通は、東西線に入る前の JR 線内及び中の、西船橋両駅停車中のみ表示される。車内表示機には行き先、種別も表示される。 その他、列車番号表示器の表示は、JR 線内が列車番号をフル表示し、末尾のアルファベットは、快速が A、普通は Y である。対して、東西線内は、運用番号である K となり、中野と西船橋で切り替える。営業開始直後の2003年5月には、東西線内でも、JR 方式の表示が見られたが、現在では、 運用番号に統一されている。三鷹車両センターの E231、軽編成としては、中央、総武線各駅停車用の編成と東西線、直通用の編成の番号は共に、密一体で表示するため、そのままでは運用の区別ができないので、密とは別に運用記号で中央総武各駅停車用が、B 編成、A 編成、東西線直通用が、 軽編成として管理している。なお、営業運転開始直前の2003年4月には、第4編成が、性能試験として、三鷹演算館を実際に走行した。また、東海道線、神図まで、試運転で入線したことがある。新宿駅小線橋掛け替え工事などで中央線と、東西線の直通運転が終日中止になると、車両は、 三鷹車両センターに流置されたままになり、東西線での800番台の運用は、東京メトロや東洋高速鉄道の車両による代走となる。編成蘇生川越線、八甲線の運用車両を置き換えるため、武蔵野線用霊番台と、同じく中央、総武線各駅停車用霊番台を改造した車両で、2018年2月19日から運用を開始した。 武蔵野専用とは違い音量編成で、ドア開閉ボタンの設置などの改造が施され、3000番台に区分された。0番台武蔵野専用同様に、青森改造センターで、転用改造と、制御装置などの機器類を、更新試行を行い、その後は北総合車両センターにて帯変更などの、仕上げ改造を行い、2017年11月24日付で、 川越車両センターに配置され、同月28日に同センターに配給輸送された。なお、先頭車両の7人がかり座席のうち一部が優先席に変更されている。同年12月にも1本が追加配置され、2018年9月10月にも各1本が追加配置された。2019年9月に2本が 追加配置され、導入予定数の6本となった。2000年3月から、小山電車区の110号系置き換え用として、申請配置され、同年6月21日から、宇都宮線の普通列車、快速列車として、営業運転を開始した。2001年9月1日からは、高崎線、上越線、両毛線の普通、快速列車でも運用が開始され、 同年12月1日の湘南新宿ラインの運転開始とともに、道線や直通先の横須賀線、東海道線へも運用を拡大した。2004年10月16日のダイヤ改正で、道センターの115系の全定期運用を置き換えた。さらに、2004年1月からは、構図車両センターの113系を置き換えようとして、申請配置が始まった。 東海道線での運用に先駆けて、同年7月18日より、宇都宮線、高崎線で暫定的に運用を開始し、10月16日より、湘南新宿ラインを呼び、東海道線、伊東線、御殿場線の普通、快速列車で本格的に運用を開始した。2006年3月18日のダイヤ改正で、同センターの113系の 全定期運用を置き換えた。この構図車両センター向けの車両では新たにグリーン車の組み込みが行われ、これに合わせて小山車両センター向けの均衡タイプにもグリーン車組み込みが実施された。また、以降に製造された車両では運転台や車内設備の仕様が一部変更されている。2006年3月に構図車両センターへの配備が完了した後、 上野駅発着の宇都宮線、高崎線のすべての中距離列車にグリーン車を組み込むことが決定し、この決定と前後して、同年2から6月に再び小山車両センター向けに新造配備が行われた。新造車の基本編成には当初からグリーン車が組み込まれ、付属編成には11から15号車のステッカーを貼り付けした。仕様は ポーズ車両をセンター配置車両に準拠する。2004年10月16日から2015年3月13日までは、湘南新宿ラインの全列車が、近郊タイプで運行された。通勤タイプと比較した、際の近郊タイプの特徴として、以下の定員が挙げられる。2017年3月現在上野東京ラインや、湘南新宿ラインなど複数路線へまたがる運用も、 数多く存在し、本系列の中でも走行距離が極めて長いのが特徴である。2008年3月15日当時のダイヤでは、湘南新宿ラインを中心に1日 2000km 以上を走破する運用も存在したほか、2017年現在でも、熱海発黒磯行きなど、片道運用だけで 200km 級の運用を昼、夜とこなしている。 2015年3月14日以降は E233 系3000番台と共通運用となっている。小山車両センター小山所属車 E231 系近郊タイプ、高津車両センター、高津所属車東海道本線を走行する E231 系近郊タイプ、高津車両センターへの投入と同時期に小山車両センターの基本編成に対しても 全編成に2階建てグリーン車を組み込むことが決定された。このため、既存の小山車両センターに配置されている U501U541 編成の4.5号車に、新造した2階建てグリーン車を組み込み、サハイ 231K1000 番台2両を捻出した。一方、構図車両センターに最初に配置された K-01 編成は10両全車両が、 新造車で製造されたが、以降の K-02 から42編成では、編成中の6.7号車を抜いた8両編成で製造し、小山車両センターから年出された、サハイ、e、231K1000 番台2両を6.7号車に組み込んで10両編成を蘇生した。サロイ、e、231-1047サロイ、e、230-1047 構造すべての基本編成には4.5号車にグリーン車が連結されている。混雑会話と着席機会を増やすため E217 系と同様に全編成2階建て構造プラス2階建て構造の蘇生となっている。初期の小山車両センター配置車両には導入当初グリーン車が組み込まれていなかったが2004年10月16日のダイヤ改正から宇都宮線。 高崎線の上の8着一部列車と湘南新宿ライン全列車へのグリーン車導入のため同年7月1日から順次基本編成への組み込みが行われ1年後の2005年6月末までに全編成への組み込みが完了した蘇生開始からダイヤ改正によるグリーン車サービス開始までの期間宇都宮線と高崎線ではグリーン車を普通車扱いとして運転し ただいまこの車両は普通車ですと表されたステッカーが貼り付けされていた。グリーン車自体は e 2 1 7系のサロ E217 型、E216 型を設計の基本としているが、本系列に合わせて床面高さの変更や客用、ドア幅の拡大など改良が加えられている。冷房装置は普通車とは異なる新設計のもので、 容量 23.3kW の AU729 型を一両に2台搭載している。台車は TR246T 型台車が採用されており、製造時には溶断波がついていたが、後年になり撤去された。車内グリーン車車内の仕様は、小山、構図所属車でほぼ同一であり、ドア開閉表示灯、別装置、二段式車内 LED 表示器が完備。 されている。主要駅停車直前ではデッキにおいて、間もなく止まります。手すりにおつかまりくださいと注意喚起の放送が流れる。座席は E257 系普通車用、リクライニングシートをベースに、背面テーブルの大型化や物掛けフックの新設などの改良がなされた。座席モケットは2階席は青色系で、平屋席と1階席は赤色系である。 側窓は、熱線九州、UV カットガラスではあるが、各窓にはカーテンが設置されている。E217K 同様、平屋席には、網棚が設置されている。初期に落成した、小山所属の1001から1006ユニット及び、構図所属の K-01 編成と、K、K-02 編成のサロの座席は、当初背もたれのグリップが設置されていなかったが、 2008年春頃から多編成同様に取り付けられた。2006年に落成した小山所属車では何年か対策として蛍光灯カバーが金属製のものに変更されている。4号車の5号車より車端部には車掌用乗務員室と業務用室があり、乗務員室内にはタイムズ端末のモニター画面と基本編成用のビス中央情報装置。 ビスム線アンテナなどが設置されている。5号車の熱海、上野寄りのデッキには洗面所と男女共用の洋式トイレが設置されている。2008年に東海道線で女性のグリーンアテンダントへの暴行事件が多発したことを受けて、乗降口と乗務員室、業務用室前へ、防犯カメラが後に設置された。グリーン車、スイカシステム宇都宮線、高崎線。 湘南新宿ラインでは、グリーン車の導入と同時に、グリーン車、スイカシステムとグリーンアテンダントによるサービスが導入され、グリーン車の各座席の天井部にはスイカをタッチするための装置が取り付けられた。駅やホームで、グリーン券販売機で IC カードに乗車区間の情報を記録させ、乗車区間の始発駅で IC カードを読み取り装置にタッチすると、 座席の天井部のランプが赤から緑に切り替わり、乗車区間の終着駅に停車すると座席の天井部のランプが緑から赤に自動で切り替わるようになっており、また乗車区間でグリーン車の座席を変えることや別の列車のグリーン車に乗り換えることもできるようになっている。またテーブルには追加システムの利用方法の案内ステッカーが貼り付けされた。 その後、東海道本線の東京方面発着列車では2006年3月18日のダイヤ改正からグリーン車追加システムが導入され、宇都宮線の宇都宮黒い間でもグリーン車を連結した編成の運用が開始された。なお、e 2 1 7系や2 1 1系のグリーン車も後に同様のシステムが導入されている。 2000年3月から2003年2月までに小山車両センターに申請配備された車両と2004年1月から2006年3月までに構図車両センターに申請配備された車両とでは仕様の見直しがされており以下に主な変更点を述べるなお前述した2006年2月以降に再度小山車両センターに 申請配備された車両は別途記載する。ただし、構図車両をセンター配置車両のうち、前述した編成外で、小山車両センターから転属して組み込まれた、サハイ、e、E231 系1000番台は特に、改良されず、初期の小山車両センター所属車両の仕様である。構造車内2006年以降の、小山車両センター造備車2006年以降に再度、 小山車両センターに配置された車両では、以下の点で、構図車両センター車両の要素を取り入れている。ただし、編成中のロングシートセミクロスシート車両の構成、編成内のトイレ位置などは、従来の小山車両センター配置車と同一仕様となっている。E231 系近郊タイプのバンダイ区分は、以下の規則に従って行われ、 具体的には下表に示したような区分となっている。自動放送は日本語と英語の2カ国語で行われる。分割案内や JR 東海管内の東海道線、沼津は熱海間、御殿場線の案内放送も可能である。ありがとうございます。